ヨーグルトを30日食べ続けたらあなたはどうなってしまうのか。1日目、ヨーグルトを30日間続けるという始まりの日。ヨーグルトは消化器系に良いとされ、良い細菌であるプロバイオティクスを含んでいる。まず初日は期待と興奮が入り混じった心境だ。この30日間で体にどのような変化が現れるのか楽しみである。3日目に差し掛かると消化器系に変化が感じられ始める。ヨーグルトの摂取によって腸内のバランスが整い、消化不良や腸の不調が軽減される。また便通の改善も感じられるようになり、身体の軽さを実感する。これからの日々がますます楽しみだ。7日目、1週間が経過し、ヨーグルトの効果がより顕著になってきた。まず免疫力が向上し、風邪や他の病気にかかりにくくなっている。さらに肌の状態も改善され、より健康的でツヤのある肌になっている。これだけでもヨーグルトの価値は十分にあると感じる。15日目、半月が経過し、ヨーグルトを食べ続けた成果が現れてきた。まず体重の管理がしやすくなり、不要な脂肪が減少している。また消化器系のトラブルがほとんどなくなり、食事を楽しむことができるようになった。これからもヨーグルトを続けていきたい。30日目、30日が経過し、ヨーグルトを続けた成果が大きい。まず最も大きな変化は、消化器系の健康が格段に改善されたことだ。腸内の善玉菌の増加により、便秘や下痢の問題が軽減され、消化がスムーズになった。また、免疫力の向上や肌の改善も感じられ、より健康的な生活を送るための一歩となった。